おお。車がね、というわけで今日も始まります。まあ、以前もこの場所行ったことあるんですけど、まあなかなかね見応えのある場所なんですけど、この辺ね神社ねあったりとかなんですけど、まあ、こういう感じでね、こういう感じでまあ昔の廃村の、まあ、今はない村なんですけど、廃村なんですけど、あの跡地があったりね、これで、こちらの方で案内図で紹介してるんですよね。ちょっとね、今日は行ってみようかなと思います。まず、今日はまあ一つ、ね、何個かに分けて行こうかなと思います。郵便局跡地に今日は行ってみようかなと思います。郵便局跡地という、まだ実際に建物が残ってるということで、じゃあね、右に行けば神社だったかな、行けるんですよね。今回この下にある郵便局に行ってみようかなと思います。もうすぐそこなんですよね。相当古いお家ですね。
まあ、建物あったんでしょうね。屋根瓦が落ちてます。公衆電話があったところです。一応ね、こちらの方は1970年ぐらいまで使われていたということです。現金封筒は5円です。今は20ちょっとぐらいですかね、値段も。ジョージアの商品登録出願中って書いてますね。うわ、車がね、眠ってます。お墓お墓ですね。これだけ人が住んでたってことですかね。このね、電線がね、ここに繋がってるってことは、何かしらの建物がこの先にあるってことかな。下に降りてますね。ここまでかな。
SP チューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。まあ、今日はこんな感じでお届けいたします。まあ、以前も来たことあるんですけど、まあね、こういう感じで跡地という案内されているということで、まあ、綺麗に、ね、伐採されてたりするんで、まあ、なんか探検みたいな感じなんですかね、このエリアが。普通書かないですからね。はい、というわけでありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。アバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。